こんにちは、ナルバント TV です。今回は台北市から出まして、基隆妙高夜市にやってまいりました。基隆妙高夜市は基隆市内にあり、台北市から出発する場合は約30分から40分くらいで着けます。バスと電車、どちらからでも利用できます。電車を利用する場合は台北駅から西武幹線で基隆に向かうことができます。バスを利用する場合は台北駅、塩山駅、市政府駅などバスターミナルから基隆へ直行するバスに乗ることができます。遠いと思われがちなのですが、基隆へ行くのは意外と便利です。妙高夜市ということで、夜市の真ん中にはお寺があります。そのお寺の周囲に広がる屋台がだんだん集まって、今のような夜市になりました。そして港町の雰囲気が漂うこの場所は、新鮮な海産物を使用したグルメ屋台が並ぶことで知られています。カニとろみスープ、一口台湾ソーセージ、揚げイカスープなど有名なお店がたくさんあります。今日はまずエビ入りバーワンをいただきました。バーワンの上にパクチーが乗っています。そして中にお肉の他にエビも入っていました。豚肉の肉汁とエビの出汁が効いていて、旨味があふれ出る美味しさでした。2軒目はイノシシ肉サンド。その場で焼いてくれます。食べ応えのあるお肉とネギの食感がマッチしていて、とても美味しかったです。食べ歩きができるので、夜市の雰囲気にぴったりですね。台北と一味違う夜市の雰囲気を味わいたい方は、ぜひ行ってみてください。